スタジオトリガーのアニメーターの堀と申します。紙と鉛筆がほとんどなんですけど、たまにデジタルで作るっていう現場にあった時は TB ペイントを使ったり、あとは私がかかったのはそのワンシーンのみとか、まあ、数秒程度のシーンで実験的に TB ペイントを使ったってことがほとんどなんですけど、その話せるだと何だろう、宇宙パトロールルルコという作品があったんですけど、それのオープニングの1シーンを書いたりとか、あとはスタジオトリガーが宣伝なのかな、宣伝で作ったなんかそのオリジナルキャラクターのちょっとしたアニメーションの、それもワンシーンのみ書いたって感じですね。あとはなんか CM のワンシーンだったりとか、そうですね、そういう、あとはちょっとまだこれから放送予定のちょっと、これはかなり長いシーンを連続して通常のテレビシリーズと同じような感じで作画した作品もあります。 2,3 年前にデジタル作画を進めようっていう、そういう、何年かに1回日本にそういう、機運みたいなのが高まることがあるんですけど、 2,3 年前にもそういうことがありまして、その時に、何本かあるソフトの中でこれがいいんじゃないかっていうのを、確か会社の紹介だったり、あとデジタル作画をよくやってる方がこのソフトいいんじゃないかって勧めてて、それで知りました。私は最初に触ったのが TB ペイントで、後からその他のソフト、具体名は避けますけど、ちょっとアニメーション機能があるっていうソフトを使って、でやっぱり最初に使った TB ペイントが使いやすかったっていうんで、ところがなんか日本は紙と鉛筆で作ってきたその時間が長くて、むしろデジタル化はこれからって感じで、そのどういう枠組みでどういう仕組みでこのものをやり取りするのかとか、そういうのはまだまだこれからって感じで、各社が模索してるっていう現状です。そうですね、やっぱり子どもの頃から紙と鉛筆で書いてきたその時間に比べて、やっぱりデジタルに絵を描くっていう時間が圧倒的に自分は短いので、それまでまだ少し時間かかるのかなとは思っています。力の入れ加減だったりとか、それに伴って線の濃淡だったりとか、そういうものはまだ鉛筆の方が自在に表現できると思うんですけども、そうですね、私はちょっと海外の仕事もすることも多いというか、たまにあるんで、そういう時は結局データのやり取りになっちゃうんで、直接デジタルで書いた方がいいんだろうなと思って、ちょっと今後もちょっと TB ペイントなり液晶タブレットなり使って作業を慣れていこうかなと思っています。日本だとそのやっぱりチェックの段階でチェックする人がまずデジタルに対応せないだとか、あとはそれを仲割りする部署の人間がシートで見ないと、その素材の全体像をつかめないとか、やっぱそういうまだまだそのいろんな各部署の人間が慣れていないだったり、あとはそういうルールだったりとか、その私はこういうやり方をする、でもフリーランスのある人はまた別のやり方で素材を上げてきてって、そういう混乱もやっぱ生じると思うんで、それはちょっとどっか会社なりプロジェクトなりがちょっとルールを作って、それはいろんな会社を横断して決めていかないといけないんだろうなと思ってます。すぐに再生できるとか、そういう今まではそういうのは勘でやったりとか、もちろんQAR っていうそういう機械を使って、クイックアクションレコーダーを使ってチェックするっていうのはあったんですけど、やっぱりそういうのはボタン1個ですぐに確認できるっていうのはとてもいいと思います。現状はどこの会社もやはり紙と鉛筆だと、その書いた途端に物になって、それは保管するためのコストもかかるし、場所だったりとかで、やっぱりちょっとそういう手間もあるんで、省力化するためにデジタル化に舵を切ろうっていう動きはあると思うんですけど、アニメーター個人としては、結局絵を描くことには変わりないんで、あとはコンピューターだったり液晶タブレットだったり慣れさえすれば、どこでもやっていけるのかなって感じはしますし、あとは先ほどちょっと出た海外の仕事も、今まではそういう紙で書いたものを一旦データ化して、でそれを送信してっていう手間があったんですけど、そういうのがダイレクトにデータ化してやり取りできるようになるんで、なかなか海外の仕事を受ける機会もないんです、ないし、そういう窓口もないんですけど、今後はなんかそういう機会が増えていくんじゃないかなっていう期待はちょっとあります。それは言葉の問題もあるし、ちょっとなかなか難しいと思うんですけど、ちょっとこういう
そういうアニメーターもいるっていうのが、まあ、フランスだったり、まあ、アメリカでもいいんですけど、うん、そういう認知されたお話聞いたらちょっと嬉しいなと思って。